い魔の野望。あれ、なんつったっけな、なんかこうふわふわっとした、あ、ポメラニアンだ。またにかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ、また奴らが連中が今日もやってきた、連絡もなしに5分遅刻でやってきた、世界人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイヤーバード、本当のところは内気なヒーロー、 Don't need to you、 近づきたいけど君は眩しい太陽、奴には拳を君には腹をし合わせよう、みんなギルトし力を込めて今日も戦う、天体天体戦士サンレッド。今何時？そうね、だいたいね11時53分4と3分の間だから3分30秒ぐらいかな。いやいや、自分でだいたいねって言ったばっかりじゃん。いや、まあね、そうだけど、まあ、あー、いたいた、あ、来た、アントキラさん、チュース。お前ら探したじゃねえかよ、喫煙席じゃねえ、禁煙席の方よ。何喫煙席に座ってんのねえ。アントキラさん、タバコ吸われるじゃないですか。アントキラさん、タバコ吸われるじゃないですか、じゃねえよ、やめたのよ、タバコ。言っただろ、この前。え、聞いてないですけど。あの、別の怪人と間違えてんじゃない。まあいいわ。おい、禁煙の方行くぞ、水持ってよ。はい。席移動するって言わなくていいんですかね。いいんだよ、向こうの席で言えば。何にします、アントキラさん。何にすっかな。あ、ここランチにサラダバーつくみたいですよ。アントキラさん、野菜好きなんすよね。あ、スパゲティも悪くねえな、ゲティ。でもゲティってよ、コンビニとかで売ってっからわざわざ外で食うのってなんか抵抗あんだよな。どうすっかな、ゲティって。あ、サラダバーあるんですよ、ここ。あのさ、俺確かにこの前ファミレスでサラダに固執したよ。なあ、お前らその時のことをあれにして言ってんだろ、俺がサラダ好きって認識で。なあ、でもこの前のサラダへの固執はさ、危機感であってよ、俺の思考じゃねえの、一時的なもの、野菜不足から来る危機感。悪いけど今日はサラダって気分じゃねえから。そうですか。何すかな。何するお前。そうだな、何しようかな。あ、俺ハンバーグランチにしよう。じゃあ俺、これ、トンカツ。俺はチキンジンジャーランチ。何？ランチにはサラダバーが。食わなきゃいいんだろ。なんか問題ある？ありません。お待たせしました。こちらサラダバーのプレートです。あ、じゃあ僕たちサラダバー行ってきますんで。おう、行ってこいよ。俺トマト食おう。ほんとお前トマト好きな。おせえよ。1分以上俺を一人にすんじゃねえよ。はい。これはメインウェポンの痛み。何お前、またトマト好きだね。ん、何、ポテトサラダあるじゃん。あ、ほんとだ。言えよな、ポテサラがあるんならよ。 あの、じゃあ俺アントキラさんの皿持ってきます。本当にすいません、僕も今気づいて。僕も今気づいてじゃねえよ、おめえ、俺ポテサラ大好物なんだからよ。アントキラさん、もうテーブルにライスとスープ来てましたよ。マジ？おい、急ぐぞ。はい。
待たせしました。アントキラさん、禁煙っていつから始めたんですか？ん？実はまだ2日なんだけどよ。あ、全然吸いたくならないんですか？命が惜しいからな。え？実は兄貴に禁煙の呪いかけてもらってんのよ。お兄さん？お兄さんいらっしゃるんですか？あれ？おめえ死んねえの？アントキラさんのお兄さん、カメムさんだ。え？そうなんですか？そうだよ。そういえば似てますかね。何笑ってんだよ。いやいや、あのカメマンさんもアントキラーさんも4000年以上来てるんですよね。2つ違いの兄弟なんですよね。それのどこが面白いんだよ。4000年生きてて2個違いって、細かいかなみたいな。細かいよね。言われてるよ、そっち。うるせえよ、おめえはや。その禁煙の呪いって何なんですか？タバコ吸うと呪われんだよ。体中から血が吹き出すんだってよ。血が？そりゃ焦れませんよね。だろ？悪いけど俺命がけでタバコやめる気でいるから。お済みのお皿お下げしてもよろしいですか？おい、コーヒー入れろよ。え？ランチコーヒーはおかわり自由だろ。俺紅茶頼んだからおかわりできねえんだよ。やばいっすよそれ。やばいっすよじゃねえよ。お前またもらえばいいじゃん。軽犯罪ですよ。食器下げるとき逮捕されちゃいますよ。逮捕されるわけねえじゃねえかよ。お前怪人のくせに何言ってんだよバカ。いやでもいいんだよ、もうここ来ねえんだからよ。僕たち常連なんですけど。そうなんすよ。お部屋を取り返します。食った食った。これからどうします？映画でも見ます？映画？あれウォーなんとかっつーのまだやってたっけ？あ、どうですかね。ちょっとアントキラさん。え？タバコ吸ってますよ。あ、ほんとだ。あー、やっべー。食後の一服が当たり前だったから条件反射で吸っちまった。やっべー。あ、アントキラさん。でも、別に血なんか出てないっすよ。え？なバーカ、古代エジプトに禁煙の呪いなんかあるわけねえだろ。よくも騙しやがったな。ほう、4000年生きてて2歳違いのバカ兄弟だ。おめえのために嘘ついてやったんじゃねえか。寿命が縮まっただろ。ふざけんなよ兄貴。ふざけたよ兄貴。バーカー、アニマルソルジャー、兄さんの進化。アニマルソルジャーの今回の作戦はレッドの家にたまたま、あ、いや、またまた忍び込むことである。やっぱり開かないね。仕方ないな。コッシュ、ダメだよ、ここはカヨコさんの家なんだから。ミスター、パフォーサーネット。え、僕が開けるって？壊しちゃダメなんだよ。ビブ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 。うわぁ、液体金属。アニマルソルジャー寿司屋へ。回転寿司って美味しいんだって、うさちゃん。でも高いんでしょ？安いみたいだよ。本当？じゃあ行ってみる。よろしい。ここだよね。あれ？回ってないよ。なんでだろう。きっと回らない分安いんだろ。あ、そっか。じゃあ食べよう。美味しかったね。お腹いっぱい。糖尿なんでたくさん食べちゃった。合計4万2000円です。どうしよう、僕30円しか持ってないよ。僕60円。所詮回転寿司でさえお呼びじゃないのだ。ピーちゃんはゼロ。きったね。なんだおめえら、金もねえのに寿司食ったのか。悪気はなかったんです。かわいい。仕方がねえ。今回はタダにしてやってもいいけど。本当？ま、その代わり金はいらねえから毎日寿司食いに来なよ。自分ヒルギオはダクダクに玉つけるっす。メガ系もいいぜ。あー、今日もお寿司か。もうトラ飽きちった。え、1号とか彼女とかいるの？いますよ。え、そうなんだ。遠距離恋愛なんですけど。どこに？天体戦士サンレッドのテーマ。サンレッドのテーマ。え？パパパパパパ。
パパ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